ロンドンの人狼はユニバーサル映画が制作し1935年5月13日に公開したアメリカ映画白黒75分本作はヘンリー・ハルが主演の狼男映画であり当時のハリウッドのメインストリームのうち現存する作品の中で最も古い狼男映画とされている狼男の特殊メイクはフランケンシュタインなどで知られる ジャック・ピアスが担当。当初ピアスが施そうとしたメイキャップは表情をわかりにくくすべきという少数派の意見を取り入れたため没になった。狼男役のヘンリー・ハルが最初のメイキャップに不満があったために変更されたとも言われ、その理由にも諸説ある。一説によると、ハルが最初のメイキャップは時間がかかりすぎることに不満があったのだという。別の説によると、 ハルは最初のメイキャップはあまりに動物的すぎるとしてカール・レムリー・ジュニアに直訴しメイキャップを変えさせたのだという本作における狼男のメイキャップはピアスが後に狼男で施したものと似ているが映画史の専門家はロンドンの人狼の方がおぞましいと考えている狼男の吠え声は本物の狼の鳴き声と主演のヘンリー・ハルの叫び声を混ぜるという あまり使われていない方法だった。冒頭文における村人の会話はチベット語とされているが、実際は広東語だった。英国の著名な植物学者、グレンドン博士は、狼月という奇病の治療薬である、狼草を求めて、チベット高原までやってきた。雇った労働者や女子までもが怯えて、消極的になる中、グレンドン博士はついに狼草を見つけ出すも、 一匹の狼に噛まれてしまう。帰国後、グレンドン博士が主催する植物展覧会に、ヨガミ博士という謎めいたアジア人学者が来訪した。ロンドンに狼付きの患者がいると言って狼、そう、お手に入れようとした。この男は、グレンドン博士を襲った狼そのものだった。グレンドン博士は、狼付きの症状が出て、世気を保てなくなり、 自宅を去って、貧民屈を点々としながら研究室の狼草、合作時を待っていた。狼層が咲き出した時、グレンドン博士は研究所に侵入してきたヨガミ博士と鉢合わせ、殺し合いになった。ヨガミ博士を殺した直後、グレンドン博士は、狼月について調べていた、ーサイス大佐によって射殺され、狼月から解放された。 カッコは日本語吹き替え、ありがとうございます。